ねえ約束だよ、かけがえのないステージを。皆さんこんばんは。アイドリープライド鈴村優役朝倉桃です。白石千歳役高尾香音です。この番組はメディアミックスプロジェクトアイドリープライドをさまざまな角度からアプローチ、その魅力を私たちがプライドをかけてラジオの前の全マネージャーさんにお届けしていきます。はい、今回は、私たち2人でお届けします。よろしくお願いします。私本当に、あの大好きすぎて、あのドキドキしてるんですよ。本当に。そうなんです。なんかでも2人でこう、じっくりこう面と向かって話すことって今までなくて、確かに前回じゃないか、ちょっと前に私この番組にゲストで出演させていただいたんですけど、まだ前と2人でパーソナリティやってる時にいらっしゃってくださって、でも2人っきりっていうのはなかなか珍しいから、でもなんかさ、スタッフさんとかがさ、みんなこうふわふわしてそうな回なんか今日もずっとふわふわしてんなみたいな、そうかなおっしゃってて、でもあの、ね、めちゃくちゃしっかりされてる先輩だから、本当にでも私もあの、ずっとだってね、1年以上ね、あのやってたからね、このこんまる、こんまるパーソナリティ、ね、だからもうめちゃくちゃ安心だなと思ってふわっと来たよ。私も今日あの朝倉さんとだったら安心だなと思ってふわって来ました。ダメじゃん。ふわっとしてるかもしれない。はい、あのそんなあの先週まではですね、あの首藤ゆきなちゃんと2人で、あの2回やらせていただいたんですけど、あの首藤ゆきなちゃんから朝倉さんに質問が届いておりまして、その質問が、好きな香りは何ですかっていう、好きな香り質問なんですけど、朝倉さん、まとってる香りじゃなくて、朝倉さんの好きな香りが聞きたいってシュキナは言ってました。私の好きな香りは、だしの香りが本当に好きで、お味噌とかのお味噌汁とかを作るときにこうだし取るその香りが好きだから、なるべくそのだしの粉あのだしとかあまり使わずにこう鰹節とかいりことかで出して、幸せってなるのが好きかも。ただなんかだしの香り好きなんだけど、まとえないからさ、自分で。確かにだしの香水ってあんまないですよね。なんだろう、いい香りなんだけど、人からするとあー、私お味噌汁の匂いするなみたいな、食べてきたのかなみたいな味になるかもしれない、ね、そうかな、そうですよね、私もなんか好きな匂いが、パン屋さんの前通った時にする匂いが好きで、あーわかる、ちょっと似てて嬉しくなりましたよ、私ね、パンとかこう嗅ぎたくなるもんね、顔突っ込んでね、なりますよ ね。でもまとえないから、そうちょっと難しいところですよね。ねー、いやすごいなんかあの嬉しかったです、一緒で共通点が早速ね、はい。ということで、それでは私たちが紡ぐストーリー、どうぞ最後までお付き合いください。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語、レッツゴーファイオーエイ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 。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語。改めましてこんばんは、朝倉桃です。高尾香音です。戻れなかった、ちょっと待って、そっか、あの朝倉です、朝倉が悪いです。いや私も悪いです。あのこれあれ、これ決まりだったね。そうです、そうだ、4回 4A です。いやな、だって大体 AAO じゃん。いや確かに私も AAO しか日常生活で言ったことないです。そうだよね。確かに、そうなんですよ。そっか、ちょっと4A だったんですけど、でも私が空気読めなかったのが悪いです。そうです。はい、ということで。ごめんね。そんなことないです。まずはこちらのコーナー。はい。週刊マイニュース。はい。最近私たちに起こった超個人的ニュースをマネージャーである皆さんに報告するコーナーです。はい。ということで今週は朝倉さんに超個人的なニュースを報告してもらいます。それでは早速ニュースタイトルをお願いします。はい、セミ事件。おー、
ミ事件ですね。セミ事件とは、恐怖のね、ちょっとお亡くなりになってるのかなってないのかっていうね。ファイナル時期ですか。ファイナル時期が家の前にいたんですよ。あ、それは事件ですね。朝その仕事に出かけなきゃと思って開けた、その目の前にやばいいて、私あんまりその虫はどっちかというと大丈夫な方なんですけど。なるほど。やっぱ驚かされるのが苦手で、そのお化けとかそういうのを含めて、もうほんと怖くてどうしよう、でももう行かなきゃ間に合わないし、そうですよねと思って行くぞって思った瞬間に、もう一匹、それ生きてるやつだったんだけど、家の方にこう向かって飛んできてて、下を向けばそのファイナルのセミさん、上を向けばめちゃくちゃ元気にこう飛び回ってるセミさんがいて、どうしようと思って一回閉めて、そう落ち着いて落ち着いて、でももう行かなきゃ本当に間に合わなかったから別にもう虫がつセミがついたところで、セミがわーってこう弾けたところで、確かに死にゃせんってもう自分に言い聞かせて、すごい、もう一気に走り抜けましたね。え、結局、そう、セミさんたちは見ずに行けたんですか？そう、見ずに行けて、一応、帰った時にはいなくなってたから、はいはいはい、よかったんだけど、なんか、これを見ると、夏だなって、確かに。感じて、夏ですね。本当に、本当に大変。でもなんか、いいセミさんたちですね。なんかちゃんと仕事に遅れないようにしてくれるセミたちで、めっちゃ優しいセミですね。確かに。よかったよかった。のんちゃんは、虫はどうなの？私、虫、全然ダメで。ダメか。なんか、それこそ、最近家に、知らない間にセミさん入ってて。家に？家の中に。あ、家に？なんかについてきちゃったみたいで。で、なんか天井あたりでブンブンジジジジミーミーみたいな感じで飛んでて、もうそれは私無理だと思って、お兄ちゃんをこう呼んできて、なんとかしてって言って。ああ、優しい。してもらいました。優しいお兄ちゃんだね。夏は優しいが繁殖するんですかね。繁殖するね。優しいが繁殖する。ああ、そんな感じ。よかったね、ほんとね。よかった。うんうん。はい、ということで、来週は私、高尾かのんの超個人的ニュースを報告します。以上、週刊マイニュースのお時間でした。それではここで一曲の前に、アイプラ楽曲の歌詞をテーマにトークセッションをしていきます。今夜オンエアするのは、トリニティエールのエールトゥーエールです。わー！はい、この間ね、ライブで、幕張のライブで歌わせていただいたんですけど、本当に、まあ、この曲は、ライブに出させていただくたびに歌っている、もう思い入れのある曲なので、あとこう、バーチャルの MV みたいなのをさ、撮ったよね。あれでもエールトゥーエール踊ったので、なんか、一番、トリエルと共にこう過ごした曲っていう感じですね。それでは、のんちゃんに歌詞の一部が書いてあるリリック字を弾いてもらいます。こちらです。ときめき伝えたくて。です。ときめき。ときめいてる？ときめいてます。なうでときめいてます。いや、だって、本当に、朝倉さん、中学生くらいの頃からめちゃくちゃ大好きで。中学生くらいの時からめちゃくちゃ大好き。なんかラジオとかもそれこそ聴かせていただいたり、曲も聴いたりとかしてたので。そうなんだ。なんかもうときめきすぎて今私おかしいんですよ。そうなの？いつもののんちゃんじゃないんだ。じゃないですよね。ちょっと違いますよね。そうなんだ。なんか、ふわふわしてます、いつもより気分が。そうなんです。嬉しい。だからもうなんか過去の自分に、あなた将来、朝倉さんと一緒にラジオしますねって言ってあげたくなりますね、今。嬉しい。どんな印象？どんな印象？すごいなんかもう、ピンクが似合うし、可愛らしいし、なんかお声も超大好きで、キャラクターとかも超大好きで、なんか、優しい方なんだろうなって思って、ご一緒したらめちゃくちゃ本当にお優しくて、なんかこんな褒められてる。そうだよね。本当にありがとう。ありがとうございますって感じです。うわー、そうなんだ。ちょっと、これからも頑張るね。どうしよう。私も頑張ります。ときめきありますか？私は、
ときめきトナイトっていう作品知ってるかな知らない知らないよね。なんかさっきちょっとちらっとお聞きして、うん、そうなの、打ち合わせ時間にね、もうずっとね、あのずっとその話してときめきトナイトって、ときめきトナイトの話してて、今こうときめきトナイト展っていうのをやってて、うんうん、そこに行ったっていうのでも画像とかいっぱい見せたりとか、もうすごい一方的にね、あのめちゃくちゃときめき溢れてましたたんだけど、あの少女漫画とかは読むの？少女漫画はでもなんか隠れてちょこっと読んだことあるぐらい。なんで隠れなんで隠れたの？恥ずかしいみたいな？いや、なんかちっちゃい頃にずっとピアノの練習を毎日しなきゃいけなくて、うんうん、そうだよね、お嬢様だもんね。漫画読んでると怒られて、お母さんから練習しなさいみたいな言われて、なんかそれをあの読みたいから隠れて、こうなんかあの足台の下に入れて隠して、うんうんうん、なんかその時は何だったかな、あのなんかバレエを、クラシックバレエを、トーシューズかな、それです。私結構少女漫画大好きで、あ、それです。あ、水沢めぐみ先生の、めちゃくちゃそれです。すごい今びっくりしました。でそれを読んで、うんうん、足台の下に隠してまた読んで、お母さんがトイレ行ってる間に足台の下から取って読んでっていうのをやってたんですけど。かわいい。ときめきトナイト、うん、どんな感じなんですか？あのね、うんうん、あの少女漫画が好きな方とか、こう、うん、ときめけるか、純粋にときめける方は、うんうんうん、あの楽しめると思う。本当に愛に溢れた作品なのよ。なるほど。で、あの悪い人とかが出てこないの。悪い人出てくるんだけど、最終的には結果、まあそんなに、まあいい人になったりとか、そんなにこう真の悪い人が出てこない、本当にハートフルな、あの壮大なときめきの物語なので、もしね、あの興味あったら読んでみて。いや、もう朝倉さんのご興味あるもの読みたいですよ、うんうん、本当に、はい、読ませていただきたいです。ぜひぜひ。グッズとかも買われたりしたんですか？うんうん、あー、ときめきトナイト展、うんうんうん、そう、めちゃくちゃ買って、本当にあのあんまり人に大声で言えないような金額、うん、まあ大人の力を使って、大人買いも一番のお気に入り、あー、まあ、どうだろうな、真壁くんっていう、真壁俊くんっていうキャラクターがいて、 M って書いてある方ですか？ T シャツ、M、まあ服は確かに毎回変わるけど、あったかな、そんな服もね、あのそう、そのあのキャラクターから、うんうん、あの主人公にネックレスをこう作中にプレゼントするんですよ。あのクリスマスに星のネックレスを、でまあつけないかなって思いつつ、あの現地行ったら、あの秒で買いましたね。それがお気に入り。確かにそれは欲しくなっちゃうかもしれないです ね。うんうん、ときめきの話でした。はい、ということで、それではじゃあ曲の方を聴いていただきたいと思います。はい、トリニティエールでエールトゥエール。この想いを羽ばたかせ、まっすぐに届けるよ、いつだって君を照らす星になるから、エールトゥエール。ときめき伝えたくて笑顔を
マネージャーさんから届いたメールをご紹介します。はい、ラジオネーム炭酸ナトリウムさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。高尾さん、朝倉さん、ライブ2日間お疲れ様でした。ありがとうございました。私は2日とも参加させていただきました、うん、合計で新曲が5曲も披露されて、また最高を塗り替えるライブでしたね、うん、中でもトリエルパートは夏の新曲の姫ごとリップが披露されましたね、うんうんうん、トリエルらしい爽やかな素晴らしい曲という記憶しか残すことができていないのでCD や配信などでじっくり聴ける時が楽しみです。早く来るといいな。後半のエールトゥエールではトロッコの目の前だったので、エールトゥエールの振りを一緒にすることができてとても嬉しかったです。ありがとうございます。12月末からのツアーにまだ見ぬヴィーナスパーティーの2回目の開催も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ね、姫ごとリップも、うん、姫ごとリップ新曲の初披露だったんですけど、うんうん、結構あのトリエルの中でもしっとり、それもある意味こう夏感じるような音がこう散りばめられてて、そう楽しかったですね。可愛い曲だから早くね、本当にこのなんだろう、あのトリエルらしい爽やかな素晴らしい曲っていうことしか残ってないっていうことだから、早くみんなに聞いてほしいんですけどね。あ、うんうん、あ、そっか、ゲームで今ちょっと弾けるのか。じゃあぜひね、聞いてほしいですね、うんうん。そう、振り付けもすごい可愛いから、またライブで披露できるね、日が来るといいなって思いますね。私も客席からは見れなかったので、うんうん、なんかいつか見れたらいいなって。あ、ありがとう。思います。でもどうなんだろうね。どっちかちょっと出てほしいけど。出ないとダメかもしれないです。何ですか、うんうん、トロッコどうでしたかっておっしゃってました。トロッコは、その時に、サプライズ登場した特別ユニットでの披露だったんですけど、リーダーじゃないメンバーが集まって、その曲を歌って、はいはい、私のこと見てよみたいな、結構情熱的な曲だったから、ね、こういう曲、多分トリエルでは歌わないなっていう曲だったから、すごい、うん、それも楽しかったし、やっぱトロッコっていいよね。いや、ねえ、いいですよね。そうそう。なんか、ライブの時に、うんうん、こう、私のお母さんも見に来てくれてて、うんうんうん、で、こう、席座って見てたんですけど、うんうん、ライブ終わって帰った第一声が、目の前にトロッコで朝倉ももさんが来て、可愛すぎて好きになったって言われたんですよ、お母さんから。お母さんもう家族でめちゃめちゃ大好きで、嬉しい。トロッコの時に見たって言ってました、そうなんだ嬉しい。じゃあよろしくお伝えください、お母様に可愛いお母さんはい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてコンマルネームコンドルになりたいコンコルドさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。高尾さん、朝倉さん、コンマルコンマル。そして先日開催されたアイドリープライドヴィーナスパーティーザファーストお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。30度を簡単に超える気温でしたが、暑さを忘れるほどの楽しさとかっこよさ、可愛さが詰まったライブでしたね、うん、ステージも前方だけではなく後方にもあり、おまけに360度見ることができ、うんうん、皆さんのパフォーマンスを隅から隅まで見れて、マネージャーさんは大満足でしたよ、うん、熱いステージを終えてお二人ですが、ライブ終わりのご褒美をあげるとしたら何をあげたいですか？
食べ物でも物でも休日でも何でも OK ですよとのことです。 ありがとうございます。これは中の人に向けてのご褒美なのかな、うん、キャラクターにっていうよりは確かに中の中私たちなのかな。でも熱いステージを終えたお二人ってことなので、なんだろう。でも、うんうん、旅行とかいいよね。確かに。そう、一人旅好きだから、うん、一人で気ままに。めちゃくちゃかっこよくないですか？そうなのかな。一人旅ですよ。そうなのかな。すごい。あんまり旅行とかは行かない？私一人だと寂しくなっちゃって。そっか。そうなんですよ。すごいかっこいい。そっか、でも、ご飯とかは一人で、ご飯とか食べられる一人で。ご飯は、でも最近、うんうん、ご飯もちょっと行けるようになって、うんうん、で、美容院とかも最近一人で行けるようになりました。どういうこと？一人じゃなくて、誰と行くの？入り口まで、お母さんに来てもらって、うんうん、髪、バイバイって。そうなんです。髪の説明するところまでは一緒にいてもらって、このくらい切りますっていうね。っていうのを言ったところまで一緒にいてもらって、うんうん、じゃあ後でねって言ってバイバイして、また切り終わった時に来てもらって、一緒にお会計する。でも素敵、仲良しなんだね。仲良しですね。どこでもこうついてきてくれてみたいな。洋服、うん、いやでも最近またお母さんと一緒に買ってますね。あ、もうダメだ、ちょっと恥ずかしくなっちゃう。でも全然いいと思うよ。ね、行ける時にやっぱ行かないと。確かに。だし、ね、東京出身っていうね、こと、だから、近くにいるっていうのはね。あ、確かに。やっぱ、会える時に会っとかないと。うんうん、優しい。いや、絶対そうで、そうですよね。会える時に。まあまあっておっしゃってます。そう、親とは会っておかないと。そう、だから多分お母さんも嬉しいと思うしね。めちゃくちゃ優しい。どうします？一人旅はどういうところ行きたいんですか？どうしよっかな。でも今は、うん、金沢に行きたくって、私の初一人旅が金沢だったんだけど、本当に最高だったの。まあ、海鮮が好きっていうのもあるんだけど、なるほど。本当に、そう、なんか、名物をね、食べ歩いて、行ってたんだけど、夜ご飯一人で、カウンターで、その、本当地元のご飯屋さんみたいな感じなのかな。本当、おじちゃんおばあちゃんがやってるみたいな感じだったんだけど、そこでご飯食べてたら、隣のカップルの方から声かけられて、で、まさ、もしかしてお一人ですかって言われて、あ、そうですって言って、そこで、なんか意気投合して、そのままラーメン食べに行ったっていう。ここまで美味しいラーメンあるんですよ、そこにあるんですよって言われて、食べに行ったとか。すごい、旅先で出会うのってなんかめちゃくちゃいいですね。でも基本的にやっぱ旅先で、地元の方にこう、美味しいところとか教えてもらったり、するのがやっぱ一人旅のね、醍醐味だから。大人っぽい。大人っぽいかな。でもおすすめだよ。ね、旅先の人に声かけてもらえるように頑張る。いや、というよりはまあ一人旅で、そうそう、自由気ままに、やっぱ一人でだからこうできることとかもさあるから、ね、確かに予定決めないで一人で好きなところ行けるのとかも、本当こうめんどくさいなとか思ったりとかさ、うんうんうん、ちょっと二日酔いだなとか思っても次の日ね、遅らせられたりとか、ホテルでゆっくりできたりとかね、するし、いいですね。自由気ままだよ。わあ、素敵なお話をありがとうございます。はい。はい。ということで、今日のメールはここまで。こんまるでは引き続き皆さんからメールを募集しています。アイプラに関することはもちろん、私たちへの質問、メッセージなど何でも OK です。詳しいコーナー情報はアイドリープライド公式サイトをチェックしてください。メールアドレスは pip@joqr.net です。いつでもお待ちしてます。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語。もしもし、マネージャーさん、今駅に着いたんやけど、えらい土砂降りでな、迎えに来てほしいんよ。傘？さっきの現場まで持ってたんやけど、しずくちゃんがなくした言うてて、
次の現場があるらしいから貸してしもたんよ。まあまあ、そこは忙しいとかタクシーとか無粋なこと言わずに散歩がてら迎えに来てください。は、傘は一本だけでええで。なんでって、それはこっちに来るまでに考えといてください。待ってるで。ほなほな。ドリープライドこんばんはから始まる物語、エンディングのお時間です。はい、今日のコールフラムはコーマルネーム杉崎さんからいただきました。ありがとうございます。いかがでしたか？いや、めちゃくちゃいいそうって思った。確かに傘ね、もうあの、迎えに来てほしいよって、あの、なんだろうな、ちょっとこうあざとい部分も分かってやってる部分も、そうですよね、絶対に来てくれるってこう確信があってこう言ってるところとか、行かない人いないですもん。だってこれ言われて行かない人いないですもん。ね、その傘は一本だけでええでとかね、なんか何かとこうドキドキねさせちゃうんですよね。そうですね。ね、はい、ということでここでアイドリープライドからお知らせです。まずはゲーム情報。白熊さんと一休みガチャが開催中。白熊モチーフの水着姿の星子優、星子すみれが登場しています。そして8月3日は渚の誕生日でしたね。渚の髪型も手に入るバースデーガチャが開催中です。こちらもぜひ。またクオリアーツストアでローソンプレゼンツアイドリープライドヴィーナスパーティーザファーストのグッズ事後通販が今日から始まりました。初のパンフレットやうちわ、ハッピーなど新商品もたくさんあるのでぜひチェックしてくださいね。続いて音楽情報。12月6日に月のテンペストとサニーピースのニューシングルが同時リリース。さらに早期予約特典として今年の冬より開催するゼップツアーの最速先行受付に参加できるシリアルナンバーをご用意しております。詳細は公式ホームページをご確認ください。最後に再来週のパーソナリティを発表します。はい、再来週は伊吹渚役の夏目ココナちゃんと一ノ瀬玲役の結城萌子ちゃんが担当します。はい、はい、ということで2人への質問や話してほしいこと、コールフロムへのお便りをお待ちしています。お願いします。はい、ということでこんまる第123話いかがでしたか？いかがでしたか？なんか、でもあっという間に過ぎてっちゃって、でもなんかすごいいっぱい褒めてくれたから、なんかすごいホクホクな、私だけなんかいい思い してるみたいなね。なんか私もこんなになんか好きな気持ちを伝えていいのかと途中から戸惑っていました。じゃあちょっと私来週は、あの、私がいいところ、のんちゃんのいいところ話すかな。そんな、それありますかね。そんなの。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日はお別れです。はい、アイドリープライド本番話から始まる物語、ここまでのお相手は鈴村優役朝倉桃と白石千佐役高尾香音でした。マネージャーさん、来週もこの時間は私たちとこんばんはしてくださいね。バイバーイ。